平野の仕様と金プリファンの気なる願い、5人の金プリに戻れるか。こんにちは、ジャニーズ事務所の最新情報をお伝えするジャーナリストとして、今回は藤島ジュリー稽古氏の退任説と、それが金プリファンにどんな影響を与えるかについてお話し,します。ジャニーズ事務所の未来と、その中でも特にキングプリンス。 キンプリの未来についてファンたちがどのように感じているのか探ってみましょう。ジャニーズ事務所は創業者であるジャニー北川氏の性加害問題で揺れており、その影響が今もなお続いています。代表取締役社長を務める藤島ジュリー恵子氏の退人説が強まり、ネット上ではキンプリファンから様々な声が上がっています。 8月29日、ジャニーズ事務所が設置した外部専門家による再発防止特別チームが会見を開き、ジュリー氏の辞任を提言しました。同事務所は9月中に再び会見を開く予定であり、ここでジュリー氏の進退が発表される可能性が高まっています。 また、ニュースサイト、ふみはるオンラインも同様の報道を行い、現在のジュリー氏が精神的に追い詰められていることを伝えています。この情報に対し、ネット上では金プリファンから、ジュリーさんがここで辞めちゃったら、なんで金プリ壊されたのか意味がわからなくなるよ、といった声が多数寄せられています。さらにもっと早く辞めてくれたら、金プリ分裂しなくて済んだんじゃないの といったタイミングへの不満も目立っています。金プリといえば、昨年11月に平野市を、岸優太、神宮寺優太が脱退を発表し、今年5月には岸もジャニーズ事務所を退所しました。現在、平野と神宮寺は滝沢秀明氏が代表を務める戸部のタレントとして活動し、岸も戸辺への合流が噂されています。 この脱退の経緯については、昨年11月に発売された週刊文春に詳細が報じられており、ジュリー氏とメンバーとの対立が浮き彫りにされました。ファンたちは、ジュリー氏がもっと早く辞めていたらキンプリは今も5人で活動していたのではないかという思いにかられています。しかし、仮にジュリー氏が退任したとしても、ジャニーズ事務所を手放すかどうかは別の話です。 ジュリー氏はジャニーズ事務所の株式を100%保有しており、退任後もオーナーとして経営に携わる可能性があります。キンプリの未来がどのように変わるか、そしてジャニーズ事務所自体がどのような進化を遂げるのか、まだわからないことが多いですが、一つだけ確かなことは、キンプリファンの心が晴れることは難しいだろうということです。結論。 ジャニーズ事務所の未来が不透明な中、ファンたちはキンプリの運命について心配と期待を抱えています。ジュリー氏の退任が実現すれば新たな局面が訪れるかもしれませんが、それでもキンプリの未来がどのように展開するのか、私たちは注視し続けます。 ジュリー氏が一族経営を保持するのか、それとも社名を変えて新たな一歩を踏み出すのか、その答えはまだ明らかになっていません。しかし、キンプリファンは彼らのアイドルたちが再び5人組として活動することを望んでおり、その思いは揺るぎません。 ジャニーズ事務所とキンプリの未来について私たちは引き続き報道を行い読者の皆様に最新情報をお届けします。情報が入り次第お伝えしてまいりますのでどうぞお楽しみに。読者への挨拶。今回の記事をお読みいただきありがとうございます。 ジャニーズ事務所とキンプリに関する最新情報を追い続け、皆様にお伝えできることを嬉しく思っています。引き続き、私たちの報道をご愛顧いただければ幸いです。どうもありがとうございました。